死にたくないから物語を書いていた。時代じゃないのにペンを使った。気取っていたんだ。気が遠くなるほど物語を気取った。大人になるのがほんと楽しかった。望むだろうか。こんな展開は君なら笑うだろうか。泣くんだろうか。怒るだろうか。架空の君を描いていた。つかめない感触は綺麗で、それ全部フィクションなんだ。それでも描いた。なんて終わるかよ。書き切ったって言えるかよ。春も夏も秋も冬も書いた。死にたくないから。ゴミみたいな部屋で今日も生み出していた。そうさ、俺は不器用な男。死にたくないよ、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 死にたくないよ。堂々言葉が出せない。俺は人間じゃないから。言いたいことだけ書き留めていたら物語ができていた。誰も見ないけどなんか楽しかった。人間らしく笑ってみたいから物語を書いていた。頬の筋肉は遠の昔に廃れちまった。評価されるたび嬉しくなるのはきっと俺が醜いからだ。褒められたいと思うたび自分を恥じた。会えないからボロクソ書いた。昔の友人先生家族、あの日愛した君すらもそれだけで優越感があった。人生全部埋めるように寂しさを全部埋めるように。朝も昼も夜も日々を書いた。倒れてしまうほどに。だって何にも満たされやしないんだよ。そうさ、俺は欲張りなんだ。生み出したいよ、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 生み出したいよ。話のネタになることは何でもやった。吐き出してはまた食らった。ああ、食らって泣いて吐いて泣いてなんか人間みたいだな。人生全部焦がすようにひたすら手を震わせた。何年何十年生涯これだけだった。こんなものがくっそも役に立つものか。そんなの分かっている、分かっているのに。こんなんじゃ終われない。書きたってやしない。春も夏も秋も冬も書いた。死んでしまうかな。ゴミみたいな部屋で泣き話しながら書いていた。